文学じゃなくて文芸です。エディファーです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。さてゴロリン労働続けていきましょう。あ、待ってね、ちょっと待ってね。ワドルディを助けろ終わったんだ。三つミッションか。オッケー。そうだよね、上り坂の横道を見つけるの三つの切り株の上で一休み終わってる。オッケー。さあなんかもう起きそうな感じが、ほら来た。ほう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 。でも全然大丈夫ですね。なんだ、全然怖くなかった。なんか焦って登ったらミスりそうな感じはするけどっていうぐらい。危ない危ない危ない。大丈夫ですね。じゃあ特になんかないよね。上行けないしね。まあ、しょうがない。あ、じゃあ大丈夫。危ない危ない。何をやっとるんだ、私は。危ない。で、これね。あ、なんかいる。はい。なんだ。崖から落ちずに安全運転。あ、なるほど。これがミッションだったのね。よかったよかったよかった。じゃあ大丈夫じゃん。あ、危ない危ない危ない。崖から落ちたらダメだったんだ。あれ、今完全に落ちるようになったね。危な。あ、なんか、向こうに岩が落ちてる。なんか映像が見える、映像というかあそこを通ってきたんだなっていう感じですね。あー、すごい面白いな。あー、ちょっと待って、よいしょい。どうも。なんかあれなんだね、自分が通ってきたところが見れるのってすごくいいね。はい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 、 OK と。ワイルドモードでクリアで50コインプラスとスイッチ星2個ですね。お、星3つ。カービィと共に謎の渦に飲まれていたバンダナ・ワドルディ。仲間のワドルディたちがビースト軍団にさらわれたり、お家も壊されたり困っていると聞き、槍を片手に立ち上がる。ニピーの仲間となって、いざ、新世界を旅する。なるほど。まあ、ワドルディは多分出てこないです。申し訳ないんですけど。出てくる、感じはないですね、今のところはね。アライブルモール。あー、なんか、右斜め前のあの、蝶々が飛んでるところなんかありそうだな。あ、そっち？むしろ？あ、むしろそっち。なるほど。あ、ここ違うんだ。あ、なんか調べられる。え、なにこれ？あるじゃん。Yeah。なんかあると思ったんですよ。星3つだ。三角頬張り取れちゃう。ちょっとやってみよう。OK。まあ、なんかここね、やっぱ難しいよね。パイプだらけロード。はい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 。はい。あ、こういうこと？はい。よっと。こういうことね。はい。OK。なに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 、今なに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 、今呼ばれたよね。あーれー、これやばいね。はい、いけるんじゃない。あ、時間制限あんのこれ。はい、あぶな。いけた。あー、51秒か。まあしょうがないですよ、エリファーはね、こんなもん。いやー、クリアできただけでも御の字といたしましょう。でもね、ここはね、タイムを。そうだよね、青なんだよな。多分なんか、規定タイム以上の速度でいけたら、もうなんかあるじゃない、これ。ほーらー。なんかトレジャーロード発見祭りみたいになってる。他もあるんじゃないの？なんか。全然気づかなかったけど。行ってみましょうか、じゃあ。自販機の冒険。行ってみましょう。
打って進め自販機の冒険。あーなるほど。こういうことか。ん？なに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 ？どうすればよかったの今の。あ、そういうことか。あーもうおバカさんめ。痛い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 。はい。オッケー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 。あ、これか。こういうことか。完全になんか、あの、ステージの意図をつかめてないよね。申し訳ない。あー、ちょっとマジ！よっとけい。ほい。あ、なんかあんの？こっちにも。はい。オッケー。よっと。危険である。オッケー。これやっぱすごいよね。手に汗握るよね。あ、よっと。目標タイムを下回ったから OK ってことだよね。OK ってことだよね。よし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 、OKOKOK。どうなんだろう。青い星だったからね、今まで。なんか星の色が変わるとかあるんですかね。変わらないね。なんだ、とりあえずじゃあクリアすりゃいいんだ。じゃあ次行きましょう。ファイヤートレジャーロード。燃やして走って大砲へ。あー、なんかわかったぞ。どういうことか分かった。マジか。はい。こういうことでしょう。分かっちゃってんだから。はい。はい。あとは待つだけ。どっこい小一的な。オッケー。はい。OK、あとは待つだけ。あ、大砲で撃たれてるときは時間が止まるんだね。どうですか？どう？やったぜ。完璧です。もうね、エリファに任せてくださいよ。完璧でしょ、結構。うまかったでしょ、今の。ぜひ、褒めてください、コメント欄で。よしよし、いいぞ。いいぞ、いいぞ。どうしよう、向こうのトレジャーロードどうしようかな。やっちゃおうか、やっちゃおう。当てろ、彼方のターゲット。うわぁ、絶対苦手。当てろ、彼方のターゲット。多分ね、あれでしょう、的があるんだよね、多分ね。そういうことだよね。はい。はい。お、マジで。あ、こういう感じか。危ない危ない危ない。マジか。なんか、向こうまでの扉。あー、マジで。ちょっとやめて。はい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 。はい。ちょっとね。これはもう焦らずに行こう。もう無理だから。マジで。ちょっと待って、本当にやばいよ。これはやばいよ。これは、あー、ちょっとマジ。ここでしょう。で、次の壁にも当てる勢いで、オッケー、こういう感じね。まあ、無視だよね。無視濃厚です。いやー、むずいな。むずいな。普通にむずいな。あのね、よくわかった。苦手ですね。狙って当てるのが、エリーファーは。まあでもまあ、集まってるからいいか。ね。よーし、じゃあ。
行きましょう。行こうよ。アライブルモール。何なんだろうね。あの、モールの中を探検するみたいな。ちょっと噛んだね。いいなぁ、なんか。ワクワクするよね、こういう、廃れた、なんかモールの中入ってくのって。特にないよね、何も。こういう時になんかさ、さらっと置いて置かれたら困るんだよね。ちょ、待ってね。はい。はい。こっちない？何も。ないよね。ないね。オッケー。まあ、こう見えて几帳面なんで。おお。大きいな。あ、BGM 買った。奥から手前に行く感じですか。オッケー。なんかありそうですね。よし、ここは？あ、ニードルあるね。こっちもあるんじゃない？あ、この BGM 好きかもしれない。すごい好きかもしれない。あ、でもなんか、あれだね、モールの中を、もう実際のデパートとかそういうところで流れてそうな音楽だね、これね。まあ、オーケー。ねえ、このコピー能力を持った敵がいるってことは、それで使って冒険した方がいいよってことでしょ、要は。お、あ、こういうことか。なるほど。これで、掴んで、投げたりできるんだ。なんか、いい感じに、投げるためのものが見つからなかったけれど、今。なんかないかな、いい感じのもの。ないね。ないね。向こう側には、あ、いけるけど、これは落ちたらやばい系ですか？やばい系？あ、落ちたらやばい系ね。うん。落ちなきゃわかんないからね。あの、落ちてみましたよ。ちゃんと言い訳もしておくということで、ここで。よっと。あ、やばい。マジで。オーケー。あ、こういうことでしょ。こうやってやって、こうだ。あ、当たんない敵に。ほい。オーケー。あ、面白いね。敵に、あの、針突き刺した敵を当てるのが面白い。うん。日本語ちゃんと言えた。ちょっと待って。こっちから登った方がいいかもしれない。はい。はい。はい。よっと。バチコイ。気持ちいいね。この能力気持ちいいな。お、危ない。あ、ボムになった方がいいのかな？爆弾ください。ありがとうございます。はい、プレゼント。オッケー。あ、意外と体力あるのね、君。落ちてったよ。ああ、ここの上はないんだ。あ、でもなんか電気が通ってるみたいだね。お店の上の虹がなんかピカピカしてますね。はい、というわけで本日はここまでです。チャンネル登録といいねの方をしていただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。もう、チャンネル登録といいねしていただけたらめっちゃ嬉しいんで、ぜひよろしくお願いいたします。そしてエディファはですね、実は小説家志望者でして、格読むというサイトで小説を、自作の小説を投稿しておりますので、ぜひそちらの方も見ていただければと思います。で、また、このチャンネルではですね、小説を書き始めてから書き終わるまでの動画を ASMR の動画としており、まあ、今在宅の時間とかちょっと長くなっておりますから、勉強するときとか、お仕事中のこう集中するための BGM としてご活用いただければと思っております。はい、というわけで、エディファーでした。まだまだ続きますので、また見に来てください。じゃあね、バイバーイ。ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をぜひお願いします。じゃあね、バイバーイ。